ニホー、中国広州のワンヌファミリーです。広州ダーダオチョンを南に下っていきます。今は平日の4時を過ぎたあたりの時間ですね。ここもなんかバイク多いなまだねラッシュの時間じゃないと思う、まあ、これからラッシュの時間になってくると思うんですけど、今さっきも道は歩くの本当大変だった。はい、ということで、まあ、今日はですね、先日台湾に住んでいる人にお会いしまして、まあね、台湾についていろいろ話を聞いて、私なりに結構びっくりしたことが多かったんで、そちらをねシェアさせていただきたいなというふうに思っております。で、まず私台湾に行ったことありませんので台湾の経験とか実体験とかなくて、ただただ人から話を聞いて感じたことを今日はシェアをするという感じになっております。台湾ってね、中国の近くて遠い国、まあ、ちょっと国と言ってよいのかわからないですけれども、まあそういう場所ですよね。台湾に行ったことない私の台湾の印象としては、まあ、台湾ってねすごく日本から地理的にも近いのですごく親日であると。で、日本の食べ物とかね、まあ、日本語とかそういうのも多分中国本土っていうか、まあ、広州よりも全然親しみがあるということとか、あと日本人のね旅行、海外旅行先としても台湾ってすごく人気だし、まあ、台湾好きの人って結構いる、まあ、多いよなっていう印象ではあったんですね。まあ、ただその台湾で その実際の暮らしぶりとかそういうものについては全然なんかあんまりイメージがなくて、まあ、ただね広州もすごく香港が近いんでね、まあ、広州から 2,3 時間ぐらいで香港に何度か遊びに行ってますんで、まあ、香港もね中国に近くて遠い国というか、まあ、それも国と言ってよいのか、でもまあパスポートがね必要なんで、香港に行くためにはまあもう別の国だというふうにそういう意味では言えるのかなとは思うんですけど、なんかすごい広州の真横にある場所なんだけれども、やっぱり英語がすごく通じるとか、使ってるお金が香港ドルで違うとか、言葉もまあ、一応中国のプートンファーっていうか標準語は、まあ、通じなくはないけど基本的にはまあ広東語とか英語が主流だということで、まあ、やっぱりね言語が違うとか、まあ、使ってるお金が違うっていうのはかなりまあ、大きな違いだというふうに思いますので、まあ広州と香港ってそんな感じで違いがあるから、まあ、中国広州と台湾もまあそんな感じなのかなと、まあ、言語とか使ってるお金とか違ったりするのかな、どうなのかなというふうには思っていました。で、まあ、実際にお話を聞いた人は台北のあたりに住んでいる人なんですけど、まずね言葉がプートンファーは通じると、中国の標準語のプートンファーで基本的には生活していると、まあ、でも台湾語っていうのがあって、地元の人たちは台湾語で喋ってると。で、まあ、それはね広州も結構似ていて、広州も基本的にはプートンファーがみんな共通語で喋っていて、で地元の人が広東語を喋っていると。で、まあ、広州もね都会なんで広東語喋れない別の地方から来てる人たちとか若い人たちとか広東語喋れないんで、まあ、結構その地元の昔から台湾に住んでいるファミリーの人たちは家族同士でとか地元の人たち同士で話をしているというのはなんかまあちょっと似てるなっていう感じだったんですね。なんですけど それでもそのびっくりすることが2つあって、1つはまあでも台湾語って文字がなくてみたいな、え文字がない文字がない言語、なんか口語、もともとその話し言葉だからなんか文字が存在しないと。で今はおそらくその音に合わせて当て字みたいな感じで文字を当てることはできるんだけど、もともと文字が存在しないと思うっていう風に言われたんで、なんかすごいなと思って、そういう言語
か存在するんだっていうのが結構驚きでしたね。いやもうここやばいな、バイク怖いよ、うるさいし。でもう一つびっくりしたことがですね、中国語って、まあ、文字漢字じゃないですか。でその漢字の読みの、まあ、振り仮名みたいなのをピンインって言って、ちょっと右に曲がっていきます。少しはバイクが減るかな。まあ、中国はその漢字の中国語の読みをピンインっていうもので表してるんですけど、発音記号っていうのかな。でアルファベットに、まあ、ちょっとなんか上に記号がついたりみたいな感じで、まあ、基本的にはローマ字読みに近い形でアルファベットが表記されているっていうものなんですね。だから、まあ、中国語と日本語って漢字が似ていても読み方が全然違うんで、やっぱり日本人にとってピンインがないと漢字の読みを勉強するのって、まあ、無理なんですよ。まあ、っていうぐらいもうピンインって当たり前なんですけど、台湾の人はピンインを使わないと、ピンインがないってどういうことと思って標準語で話してって、まあ、勉強とかね標準語なわけじゃないですか。それなのにピンインがなかったら子供たちとかどうやって中国語を学ぶんだっていうふうに思ったら、なんかピンインの代わりに中インっていうものがあると。で私本当に初めて知ったんですけど、中インっていう、なんだろうな、まあ、形で言うと日本のひらがなとかカタカナとかがちょっと、まあ、簡略化されたようなちょっとした記号みたいなのがね、発音記号として存在していて、それを漢字の横に当てていると。そうだ、でごめんちょっと言い忘れてたんですけど、言語の種類としては北京語の、まあ、標準語ではあるんですけど、使ってる文字がね違くて、今中国本土は簡体字って言って中国語を簡略化した文字が一般的なんですね。でも台湾の人は繁体字っていう、まあ、昔ながらの複雑な漢字を使っているんですよ。なのでそのだから子どもたちが学ぶまあ、教科書とかね、それはこの難しい繁体字の中国語に注音をつけたものが教科書に載っていて、みんなそれを学ぶらしいんですよね。あ、なんかここ川だ、ちょっとこの川沿いに行こうかな、人が少ない方が歩きやすいっていうのがもうなんか私は結構衝撃的でして、なんかね調べてみたらピンは1949年だから第二次世界大戦後から、まあ、国土中国全土で、まあ、統一して使っていくみたいな感じで始まったらしいので、ピンインっていうのがね結構最近のものだったんですね。まあ確かにアルファベットを元に作ってるってことはある程度海外を、昔はねその前は中印っていうものを使っていたのかな、中国も多分そうなんだと思います。はい、というのがまず一つ目のびっくりしたことですね。でねもう一つびっくりしたことはお金、まあ、お金はねの単位が違うっていうのはまだ理解できるんですよね。香港も一緒だから、なんか台湾は台湾ドルっていう単位だと思うんです、単位なんですけど、そのね支払いの仕方が、まあ、やっぱり台湾もキャッシュレスですよね大体みたいなことを話してたら、ああまあそうだよね、まあでも時々やっぱ現金必要なところあるかなみたいなことを言ってたんで、まあ、広州はね本当に一切現金必要ないんで、それでいくと、まあ、なんか台湾より広州の方がキャッシュレス進んでるのかな、本土の方が進んでるのかなっていう印象はあったんですけど、方法、このキャッシュレスの方法がね、まああれですよね、なんか WeChat とかアリペイとかですよねみたいなことをなんか普通に聞いたら、なんかえ WeChat とか使ってないみたいなこと言われたんですよ。えと思って、ね中国で WeChat 使わずに生活することってマジで無理で、支払いもそうだし、すべての、まあ、LINE みたいなもんなんでね、いろんな人と連絡取るのもそうだし、お店に予約取ったりとか、いろんなキャンペーンをね
あの受け取るとか、ね、そういうのももう全部 WeChat でやってるんで、それをね使ってないっていうのが超びっくりで、じゃあ WeChat 使わないで何で支払いしてんのかって聞いたら LINEPay を使ってると。マジかと思って、台湾という外国で LINEPay が使えるなんて、そんなことありえるんだと思って、いやーびっくりしましたね本当に。なんかね、その日本の支払いで WeChat が使えるみたいなのは、まあ皆さんもねお店で見かけたことあると思うんですけど、なんかそういう、まあ、言っても、あの基本的にはやっぱりみんな LINE を使ったりとか、あとそれ以外の、あのキャッシュレスのね、まあクレジットカードも未だに主流だと思うんですけど、まああの PayPay とかね、まあ、LINEPay はね正直そんなにあの日本で主流かといえばそうではないとは思うんですけれども、まあ、それ以外のいろんなキャッシュレスの方法があるじゃないですか。 WeChat Pay の位置づけとしても、まあ、日本に観光に来てる中国人が使うための、支払い方法っていう位置づけだと思うんですけど、なんか台湾の人にとっての LINE っていうのはなんかもう本当に日本人にとっての LINE ぐらい生活に根付いてるみたいな感じで、なんかそれがめちゃくちゃびっくりしましたね。やっぱり、まあ、WeChat ってね本当に中国のもうみんなが使っていて、まあ、まことしやかにですね WeChat は、まあ、政府によって監視されているとかね、そういう噂もありますし、まあ、全部お金の流れとかもそれで全部記録されてますんでね、まあ、そういうところを含めてやっぱり台湾はそういうのを嫌ってあの WeChat を使ってないのかなということは、まあ、想像できるんですけれども、なのでその主流の決済方法が違うし、かつそれが日本の LINE だっていうことにですね、もうかなりびっくりいたしました。ということで、まあ中国に近くて遠い国台湾のね、まあ本土とは違うところもいくつかあるかなと思っていたものの、私が想像していたよりも結構斜めな結構予想外のね違いがいくつかありましたので、個人的にはすごくあの勉強になったなというふうに思いましたので、今回皆さんにシェアをさせていただきました。ということで最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントどうぞよろしくお願いします。船乗ってる人いる、見えるかな。